はいどうも、マナマンです。今回はオンラインチャレンジカップですね。4月16日からのメンテ後からのオンラインチャレンジカップかな、やっていこうと思います。これで 5000GP か。とりあえずコミュチャレンジカップで報酬はゲットできたんで、サッカーファンの皆さんこんばんは。この試合後に本日の試合ガチャを引きたいと思います。バイエルミュンヘンエスタディオヌエボトリウンフォよりお届けしてまいります。解説ナナミさん、実況はジョン・カビラです。ナナミさん本日はよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。さあ前半見ていきましょう。危ない、レアルマドリーキーパー、オッケー。さあ今日の注目選手一人挙げてください。ペドロですよね。はい、ドリブルで運ぶのか、ワンタッチ、ツータッチで叩くのか、その判断が非常に長けていると思います。はい、そして時にはおるんかい。決定的な仕事をしますね。うん、なるほど、そうですか。誰がどう得点に絡んでくるのか注目してまいりましょう。ナイスボールちゃう？いや、繋がらんか。ダニエル・ワウゲス。セルヒオ・ブスケッツ。いやーなんかダメだな、ボールの距離感があんま良くないな。そこじゃないんだよね。オッケー、セルギオブスケツ、ボールはレミエ、来たんちゃう、このスペースに置きに行く。さあこの序盤両チームもまだ仕事はありません。どこのタイミングでパス入れてくるかやね。振らせるとか、あの辺の入れ方。あ、OK、マティッチ下かな、ジュルレ、ダメか。ダニエル・ワウベス、15分が経過、無理か。立ち上がりからあまり動きのないゲームですね。うん、両チームとも非常に硬い入りだなっていう感じがしますね。はい、つながるけど縦、オッケー、ボールが抜ける、ペドロに渡る、自分で行く、フリーになった、 PK 甘いか、考え方やや、トゥーレ、考え方甘いか、やや、トゥーレからクリスティアーノ・ロナウド、ベンゼマ、やや、トゥーレ浮かせて裏を狙う、サイドフリーですね。ベンゼマの中、うわー決まるの、決まっちゃうか。バイエルン相手に先制、素晴らしいクロス、ここの当たり方やったな。今のでも焦らずに落ち着いて決めてくるあたり素晴らしいですよね。当たり方がまずかったかな。先制ゴールが決まりました、1対0。来た、いやーもうチームとしても個人としてもパフォーマンス上がってきましたね。うっそうっそ、頭抱えるわそりゃ。いやー決定的でしたけどね。いやー今の無理か。バイエルンとしてはいいスペースを使いましたね。ドンピシャのタイミングでしたよね。これを繰り返していけばいいと思いますね。ファール、ここでファールを取られます。しかもイエロー、ゲッツやからいいか。ロナウドに合わせて落としてくるみたいな感じかな。ロナウドシュート、ナイスキーパー、オッケー、よく止めた。ベンゼマこの場面をしのいでコーナーキックへとなります。前半最初のコーナーキック頼むぜ。いや危ねえ、ベンゼマシュート、危ねえ、危ねえわ。いやーキーパービッグセーブでしたね。ちょっと手前すぎるか。さあペドロ、いいパス出ましたね。来たー、
うそこれないわ。ちょっとマジでなんで入らんの今の。いやーないわ。マジかよ、マジかよ。オッケー、ショックでかいんやけどショック半端ないんやけど。もう30分を回ったところです。いやーちょっとちゃうな。ややトゥーレアウベスへロイス、カットです。立て、イリペシュルレ、チャンス。サイドから一気にチャンスになりそうですね。チャンス、PK、OK、退場して。これで分からなくなった、ね。神パスやった。あそこからさらに崩されると決定的な場面を作られてしまいますからね。退場させましたね。これはありがたいね。キーパーいるか。キーパー入ってたか。よしよし。これはありがたい。決めれば追いつきます。ちょんと、うわー止められた、最悪です。読まれたわ。まあここは気持ちを切り替えて次ですね。誰下げたんやろ。ややトゥーレ見てなかったな。ロイス、誰下げたかは。ここは一旦キーパーへ下げます。よいしょ。うわぁ違うな。ここも固い守りでボールを奪います。ややトゥーレ前線へ出す、ベンゼマに渡る、サイドを使う。いい展開ですね。ボールを受けます。さあクリスチャーノ・ロナウド、シュートに行けるか。いや最悪ロナウド一人やられた。追加点レアル。やろうとしたことがね、ここでパスされたのにまず終わりか。ここで切り返してパスじゃなくてドリブルでもうこの形で決めれるっていう感じかな。持ってましたね。さあレアル着実に得点を重ねていきます。2対0。いや違うな。自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。レミ、レミからペドロ抜ける。あーこれでない。嘘でしょ、マジか。ロイス味方を走る。うわー最悪なパター。抜けてきた。最悪なパター。クリスティアノ・ロナウド、いい形で出てきましたね。やはり非常に守備は硬いですね。さあシュートに行けるか。危ねえ。ゲッツェ、シュルレ。今前半終了の笛が吹かれました。前半半ば過ぎにファーストゴール。さあ後半、そしてそこからさらに追加点を挙げ現在2対0です。最初は相手の出方を伺うような展開でしたけど、うん、バイエルンとしては結果的には相手に試合をコントロールされてしまいましたね。この後も全く展開が予想できないままセカンドハーフに突入していきま す。それでは続けて試合をお楽しみください。では後半見ていきましょう。マジか、勝てねえか。さあ前線へ、勝てねえか。グリーズマン、ややトゥーレ、つないでくるかな。前線へのボール、レミ、スルーパス。おー、いい形ですよ。ここはカットします。いやーマジか、呼んでたけど届かんか。ロイス、裏に味方を走らせる。崩し方はかなりシンプルか。ギリギリのところ抜けてきましたね。ミスった。
ベンゼマからのパース助かった。これロナウドやったらやられてたね完全。ゲッツェ、さあ前線へ、よし、この辺結構開いてる、ね、いやさすがにキーパー2人退場はないか。バイエルンとしてはハーフタイムにいろいろと指示が出ていると思いますけどね、うんうん、少しまだ効果出ていない印象ですよね。なるほど、マジか、裏を狙う、いやー通るんだね、このその考え方はもうあそこの場面シュートなくて切り返してからのシュートだね。ノーマークー、ノーマーク、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。なぜあそこノーマーク、一人おらんはずやのにさ、こっちの一人多いのにノーマークなんだ。左頭で決めてきましたからね、いいシュートだったと思いますね。謎の合計やったな。今日2点目です。さあレアル3対0と順調にリード、一人で持っていくか、打ったゴール、とりあえず1点。バイエルン、さあ追いつくことができるのか、あと2点で同点です。いいか、この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。ボールをもらうまでの駆け引きが非常にうまかったと思いますね。いやーまた一発でやられるチャンス。さあバイエルン、まだまだ勝負は諦めません。マジか、後半20分を経過しました。バイエルン2点を追うという形、少しリズムが崩れてしまっているという印象です。レミ、よし、オッケー、1点差に追い上げます。ここでフリーで打たせてはいけません。いやーやっちゃった、受け方やシュート、これもどれを取っても申し分ないですよね。やっちゃったー。さあバイエルン1点差に詰め寄りました。いやこの1点でダブルディスクを追って攻めてくるんじゃないでしょうかね。楽しみですね。スルーパス、ゲーではない、味方を走らせる、よし、同点、同点きた、延長もあるけど、延長もあるけど、もうここはマック選手変えていきましょうか。そうですね、まあシュートもそうなんですけど、次のプレーをイメージした前線3人変えて、ここが全てだったと思いますね。そうですね、相手はボランチ削ってるね。今日2点目のゴールです。ボランチ削ってるんで結構真ん中空くかも、ちょっと苦しいですね。まあ攻撃の起点になるところですから、マークが厳しくなるのはしょうがないですよね。なるほど、よっしゃー、最後はキーパーとショートという場面でしたね。この辺の1対1を冷静に決めてくるところが素晴らしいですよね。きた、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。よし、オッケー、いやいいね、流れきたな、なんか流れきてよかったね。キーパーとの駆け引き、ここはしっかり決めてきましたね。落ち着いてよくキーパーが見えてますよね。さあバイエルン、これで2点差、リードを広げます、うん、いやこの試合終盤で2点リードしたのは非常に大きいですね。いやーパスで決まったか、試合を進められそうな感じがしますね。後半も37分を回ったところ、さあボールが抜ける、いやーマジか、ありませんね。ロイス、うん、
ドラクスラー、今日は得点を挙げています。ペドロに渡る、裏のスペースに置きに行く、全部これ全部この形点差は3点、言うとこの形が一番強い、点の取り方としては。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。パスを出すタイミングが絶妙でしたよね。今日2点目です。さあバイエルン3ゴールリード、取れないの、いやこれは決められそうやな。 OK しょうがない、これ無理やな。あと2点というところまで来ました。ファールは、最後はキーパーノーファールという場面でしたね。この辺の1対1を冷静に決めてくるところが素晴らしいですよね。当然ハットトリックということになります。もう止まらないですね。さすがに無理か、てかみんな止まっとる、止まっとる、足止まった、まあ OK。 ここで笛です。いやーキーパー退場してくれてよかったな。それがなかったらほんまやばかった。結局逆転という形で試合が決まりました。こういう試合はお客さんたまらないでしょうね。久しぶりに、いやー流れ変わったな、まあ、キーパー変わってからも点数取れてなかったからなそこがあかんかったけど、5000GP ゲット。いやーよく諦めんで逆転できた。ではガチャいきますか。ウィハチャンピオンズリーグスターズクォーターファイナル、頼むぜ、黒で止まれよ、マジかよマジかよ、DD あと1回、いや2回いけるか、2回いきますか。黒くぅ、マジかマジか、 60% でしょまだ、まだ 60% 出るんでしょ、頼むぜ、さすがにラスト、いやーちょっと黒多いから、この辺金多いから、この辺から行ってすぐ止まればみたいなイメージやねんけど、回りすぎやねこれ、これは嫌な予感しかしない、やっぱりもう全部金かよ、嫌な予感をしたけど、嫌な予感はしましたけど、はい、では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。